相次ぐ銃撃事件を受けて、ここニューヨークでも追悼集会が開かれています。Good evening, Brooklyn. こうして多くの靴とハンドルライトが並べられています。 As your district attorney here in Brooklyn, it's my job to make sure that Brooklyn continues to be safe. ニューヨークで5日、中南米からの移民や市民らが集まり、銃規制の必要性を訴えました。テキサス州の事件は移民を狙ったヘイトクライムとみられ、トランプ大統領のこれまでの人種差別発言に批判の声が上がっています。A lot of people that are not white Americans, and I think it's very damaging. Immigrants have always been a major part of this country. We know that immigration is not a problem to be contained. トランプ大統領にこの国が嫌いなら出て行けばいいと批判された非白人系の民主党下院議員オカシオ・コルテス氏も集会に参加し、トランプ大統領を批判しました。一方のトランプ大統領は事件を受けて人種差別を非難する声明を出しています。